成長の多すぎ成長の多すぎは、千葉県鴨川市の成長時系台に生育する杉の巨木である。推定の樹齢は400年とも800年以上とも言われ、1924年に国の天然記念物に指定された。千葉県内では最大の巨木であり、関東地方においても神奈川県足柄上郡三北町に生育する中川の宝木杉と並ぶ。 次の巨木である。土地の人々の伝承では、樹齢は千年とされ、古くからこの木を千年杉とも呼んで親しんでいる。仙光山清澄寺は、安房天神駅から約6キロメートル離れた清澄山の頂上に近いところに位置する。清澄寺の演技によると、公認天皇の時代、771年に、不思議帽子という僧侶が清澄山に登り、 白神の古木を切り出して、国像菩薩像を刻み、土を建ててその像を祀ったのが、始まりとされる。清澄寺は日蓮が1233年12歳で、入山して、後に出家特土した寺であり、1253年に、立教改装を宣言した寺でもある。かつては、天来宗に属していたが、1949年、日蓮宗の寺院となった。 日蓮宗四霊場の一つである清澄寺には全国各地から参拝客が訪れるが、この木を見るために訪れる人も少なくない。境内には杉やヒノキの高木が多いが、二王門をくぐると本堂前広場の南隅に一際高くこの木がそびえ立っている。もともと自生していたものか、植栽されたものかは不明で、樹齢には四百年、六百年、八百年以上。 千年などと諸説があるが、土地の人々は古くからこの木を千年杉とも呼んで親しんでいる。樹高は約45メートル、幹回りは約15メートルに及び、完全な単管の杉としては日本最大級のものとされる。千葉県内ではすべての樹種を通して最大の巨木であり、関東地方においても中川の宝木杉と並ぶ杉の巨木である。 幹の東側基部に空洞ができていて、その内部は祠になっているが樹勢自体は旺盛である。かつては成長の多すぎの西側約30メートルのところに、ほぼ同じ大きさの杉がもう一本あった。しかし、1954年の台風で倒れてしまい、その時にこの木も巻き添えになって、南側半分の枝が削ぎ落とされるような形で、失われてしまった。土地の人は、 当時のことを地震だと近所が大騒ぎになったほどだったとその凄まじさを語っている。その時倒れた方の杉は年輪の数が380前後だったといい、そこから類推するとこの木の樹齢も500歳以下である可能性が指摘されている。これは南暴走の温暖で降雨にも恵まれた気候が杉の成長を促進したものと考えられている。成長の大杉は 1924年12月9日に国の天然記念物に指定された。1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名0百選にも選定された。その他に千葉遺産百選、暴走の魅力五百選にも選出されている。ありがとうございます。